そのちはる、コメスターテ。今日は人と会う時の挨拶を勉強しましょう。まずはおはようございます。おはようございますは朝の挨拶です。丁寧な言い方です。友達や家族など親しい人と会う時はおはようだけで大丈夫です。次はこんにちは。こんにちははボンジョールノと一緒です。ボナセーラはこんばんは。仙台弁だとおばんです。ボンジョールノ、こんにちは。ボナセーラ、こんばんは。コメスタイは元気。コメスタはお元気ですか。答えは元気です。最近あまり会ってない人に対しては久しぶり。丁寧な言い方はお久しぶりです。お店では店員さんがお客さんに言う言葉はいらっしゃいませ。家を出る時の挨拶は行ってきます。答えは行ってらっしゃい。人の家に入る時はお邪魔します。電話に出る時はもしもし。ブロンと最後にもう一度復習しましょう。おはよう、こんにちは、こんばんは、久しぶり、元気、いらっしゃいませ、行ってきます、行ってらっしゃい、お邪魔します、もしもし。これから皆さんが教えてほしい日常会話があればコメントに書いてください。ダビビジャポネトゥートアフラペチャオチャオ、いいねください。